ちどっちそっち ADS。 この番組は山の恵み社代表神保健一さんがナビゲーター野上美音とともに住まいについて語る番組です。元大工の神保さんが豊富な経験からリフォームや住まいのアドバイスをしてくださいます。神保さん、今月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回のテーマはリフォームを成功させるためのポイント。あっちどっちそっち ADS。 リフォームを成功させるためのポイントっていうことなんですけれども、はい、もうなんか原点に戻ってきたような感じがしますね。そうですよね、うん、やっぱりリフォームするときにね、お客様、はい、結構悩まれている方いるんですよ。された方がですよ、まあ後悔ではないですけどね、こうしとけばよかったとか、そういったお声も聞いておりますので、なるべくそういうことは最初から解決していきたいなということで、今日そういったお話ができたらなと思いますけれども。ああ、それはどういうことなんでしょう。やっぱりイメージが違ったってことなんでしょうかね。例えばどうでしょう、野上さんの、はい、まあ、前過去の、事例で言いますと何かあります？私ね、確かに壁紙と床の張り替えっていうのを以前やったことがあるんですけれども、はい、その壁紙も自分の部屋とか台所はもう決めたんですね。サンプルをくれるじゃないですか、はい、サンプル帳、はい、ありますね、ちっちゃい紙のね、サンプルがいっぱい載った、はい、でその中から選んだんですけれども、玄関周りだけがどうしても決めれなくて、もうそしたらどうしようどうしようって悩んでたら、うん、向こうのその工務店の人が、これがすごく人気で、はい、結構丈夫だし、もうこれにしときなさいよって言われて、うん、って悩みながら、じゃあもうそうしようかなと思ってやったんですけど、はいはい、そしたらイメージと全然違ったんですね。で工務店さんはもうなんか得意げに貼ってくれてるんですけど、ちょっと自分が思ってるのと違ったなと思って、あの時にやっぱり悩んでるっていうことは、そのサンプルの中で自分がイメージできないっていうことだから、はい、また別のサンプルをちゃんと頼むとか、一旦そこだけは保留にするっていう勇気を持てばよかったなと思って。なかなか貼った状態で気に入らなくても変えてくださいと言いづらいですもんね。言いづらい、だって私がその時にじゃあそうしますって言ったのは私なので。あ、そうか、だから別に向こうが勝手にやったわけじゃないのでね、向こうが進めて、あ、じゃあそうしますって言って、でもイメージと違うなって、嫌ですとは当然言いませんけど、ああっていうだけで終わりましたね。で、でだんだん進むにつれて気に入ってこられたんですか。いや、やっぱり毎日見るから、見るたんびに、ね、ああ、あの時に妥協しなければよかったなとかって見るたんび思うし、でも逆に他の部屋は、はい、しっかり決めた部屋はすごく気に入ってるんですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。で、まあそれは自分の勉強でしたし、床を張り替えた時も大体のイメージだけ伝えて、あとはもう任せますって、まあどれも大体無難なものでしょうと思って頼んだら、やっぱり全然違ったイメージがありました。見なかった、サンプルは見なかったですね。もう大体のイメージで、こんな感じの色のこんな雰囲気のっていうのだけ伝えたんですね。だからやっぱりね、はい、ちょっとした妥協はダメですね。私は学びました。なるほど、はい、やっぱりイメージがもう終わりでしたもんね。壁も、まあ、壁紙はちょっと分かんなくなっちゃってた。分かんない、だってあんなちっちゃいサンプルだとね、それを大きく引き伸ばしたらどうなるかっていうのはやっぱ分かんないですよ、なかなか。まあまあ分かんない、分かんないですね。で、自分の部屋だとどうなるのかっていうイメージがまだ分からないです。なるほど、なるほど。で、床板もイメージだけ伝わって、写真とかですね、
写真とか何も見せなかったです。でも考えてみたら今は結構いろんな写真とかもいっぱいあるんですよね、うん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 、そうですね。で、あの例えば壁紙でもこんな部屋に貼ったらこんな雰囲気になりますっていうような写真とか出てたりとかしますから、うんうんうん、それも参考にしつつなんですけれども、うん、それでもやっぱり全てのものが載ってるわけじゃないのでね、どうやって自分のイメージをきっちり相手に伝えたらいいのか、それと、うん、妥協せずにやればいいのかっていうところ、いつもやっぱり、うんうん、なんかやっぱここまで相談に乗ってくれたんだから、うん、まあこの辺りでいいわとか思ってしまうんですね、うん、まあそれも確かにあるんですけれども、はい、うん、まあやっぱりある程度時間かけてこう徹底的に、探してもらってイメージに合うものをさあだーと、今だったらねスマホでこう、写真で探せるじゃないですか。今はいろいろありますね。ありますあります。例えばどういうものがおすすめですか。今お客様でよく使われているのがルームクリップっていうあのアプリがあったり。ルームクリップ、はい、それはだから普通の人が、一般の人が自分の部屋を載せてるという、自分の部屋を写真撮ってこの部屋をリフォームしましたとか、こうそういう感じでこう載せてるんですよ。自分でアレンジしましたとか、そういう感じで自分の部屋を載せてるアプリがあります。でそれを見て、あ、こんな感じにしたいんだっていうものを、そうです、一つ二つじゃなくてこういっぱい集めた方がいいですよね。そうですね。うーん、この写真のここの部分のこの色がとても気に入ってるとかでもいいんですよ。あ、なるほどこの色のタイルが欲しいんだとかね、それでもいいわけですね。そうです。あ、確かに口で伝えるよりはもう映像で見た方が、もちろんその工務店の人とかも一発で分かりますもんね、はい、うん、そうですそうです。じゃあそれを調べるのはお客さんの役目なんですね、はい、なるべくそうやってこう自分の、 あのイメージを現実の写真で持っていただいた方がいいです、うん、それは伝わりますので。分かりました。じゃあルームクリップというアプリ、はい、あとはどういうものがありますか、おすすめでは。あとはピンタレストって聞いたことございませんか。ピンタレスト私もよく見ます。そうですよね、はい、もうお部屋の写真だけじゃなくて、もういろんな写真が世界中から集まって載ってますよね、あれって、はい、で見てて楽しい、ね、はい、写真です。そうですね、だから検索するのも、台所だったらキッチンって入れたらもう世界中のキッチンの映像が出てくるという。そうですそうです、はい、でピンタレスト、はい、あと他にはあとお客さんでこの間、使ってたのはインスタグラムですね。あ、インスタグラムはね、皆さんよく利用されています、はい、でその中で、あのやっぱりお部屋の部分を、そうです、検索されて、検索して、それでそれを、うん、まあ、集めておくと。集めるのが大切ですね、集めるのが大切です。いっぱい、はい、それの方がイメージが近い、うんうん、くなるという。うんうん、そうです。ああ、なるほど。今はそういう意味では便利になっていますから、はい、そういうのをたくさんも皆さん、ルームクリップ、インスタグラム、ピンタレスト、他にもたくさんあると思いますけれども、そういうのをどんどん集めて、そうです。で、いざその相談するときはそれを持ってこんな感じっていうのをやった方が、イメージ伝わりやすいってことですね、うん、逆にイメージがなかなか湧かないという人に対してはどうしましょう。イメージが湧かないという方はですね、今度逆に私たちがある程度いくつかのパターンをご提案しますので、あ、 3D のイメージ で、はい、でそれに対して、ちょっとコメントをいただいて、やっぱりもうちょっとこうっていう感じで、こうだんだんイメージを膨らませていくという感じになるでしょうかね。ある程度提案もらった方が自分が思ってたイメージがまたバッと膨らみやすいのかもしれないですね。かもしれないですね、はい、なるほど。まあいずれにしろやっぱり自分のイメージ、お客さんのイメージをしっかり伝えるっていうことは最終的には大切ですもんね。そうですね。で、あの施工する人とのイメージをしっかり決まった上でゴーするっていう。そうですね。
私もね、やっぱり妥協はダメだっていうふうに思いました。あ、そうですか。はい、私もお客様にね、本当にそこの、全て気に入られてるかどうかまでは実際のところ聞いたことないんですよ、その細かいところまでね。なのでやっぱりイメージと違ったる部分ってあったと思うんですよ、お客さんによっては。だからそこはやっぱりお客様も言えないじゃないですか、私たちに。だからそこは私たちも知らない部分なんですよね、聞けない部分なんで、そこはやっぱりこう満足度を上げるために最初からイメージを合わせたいと思います。あっちどっちそっち ABS。 では今月のじんちゃんからのアドバイスです。はい、リフォームはですね、私たちも一生懸命、対応させていただきますけれども、イメージを伝えるという意味ではお客様もですね、頑張っていただきたい、イメージを伝えることに対して頑張っていただきたいと思います。山の恵み社では見積もり相談を無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。さて、来月はどのようなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。家族が幸せになる家づくり、じんちゃんのハッピーリフォームでした。あっちどっちそっち ABS。